皆様、こんにちは。お金の研究所です。今回の動画は、そろそろ買い時か、利回り4.5%の連続増配株というテーマでお話しさせていただきます。今回の動画では、利回りが高い割には業績も良く、安定収入も期待でき、かつ過去の出来事から考えれば、そろそろ買い時かもしれない銘柄についてご紹介させていただきたいと考えております。本日もよろしくお願いいたします。 それでは早速ですが、今回ご紹介させていただく銘柄は、丸いグループとなります。まず、丸いグループはご存知の方も多いかもしれませんが、丸いを中核とする持ち株会社となっておりまして、小売業では百貨店の丸いと商業施設のモディを管理運営しており、フィンテックとしては丸いカードを中心に金融事業を行っております。そして、丸いカードの会員は730万人に上っております。 そして丸いと言われれば百貨店の丸いの印象が強いと思いますが実は氷については売り上げが3割程度あるもののあまり儲かっておらずこのように丸いカードなどのフィンテック事業で9割以上稼いでおり利益率も非常に高いことからほぼ金融会社と言える状態となっておりますそして丸いに関してはこのように継続的に入ってくる収入 すなわち、リカーリングレベニューで全体の利益の7割弱を稼いでおり、非常に安定した収益体質となっております。ちなみに、リカーリングレベニューとはどのような利益かといいますと、不動産賃貸収入やリボ分割手数料、カードキャッシング利息、家賃保証や年会費で構成されておりますので、かなり将来が読みやすい収益源であると思います。 そんな丸いですが、5月16日の終値ベースでどのぐらいの配当利回りがあるのかと言いますと、配当利回りは4.5%ほどであり、非常に高い配当利回りであり、時価総額も5000億円程度ありますので、比較的大きな企業であると思います。また PR が16倍程度、PBR が1.7倍程度と割安とは言えないものの、それほどの割高感もないと思います。 さらに経営の効率性を示す ROE も10%程度ありますので比較的優秀な企業であると思います一方で自己資本比率は25%程度しかありませんので財務的に少し不安になるような数字かもしれませんが 丸井はフィンテック関係の会社として他のフィンテック企業並みに自己資本比率を低下させてきた経緯がありちょうど目標の自己資本比率25%に達しているところですので会社の目標通りとなっておりますそして丸井は株主還元姿勢が素晴らしくこのように13期連続総配を予定しております また、直近で株主還元方針を変更しており、配当成功基準から株主資本から算出される DOE 基準に変更しておりますので、今後も比較的安定的に配当を出してくれる期待が持てる企業であると思います。また、足元の業績はどうかと言いますと、直近の4級も前期までの累計も非常に好調であり、いずれの業績も前年同期比、 または2023年度比でプラスで着地しており、全く問題ない業績水準であると思います。また、今期の業績予想もこのようにいずれもプラスで着地する予想となっておりますので、好調な業績であると言えると思います。 またこれは2007年からの丸いの業績の推移ですが売上については小売からフィンテックへの業態転換を行ったことからガクンと減少しておりますが段階利益についてはこのようにコロナを除けば比較的右肩上がりに推移しているのがわかると思います。 また専門家は丸井の今後の業績についてどのように考えているのかと言いますとこのように今期はほぼ会社予想通りに推移すると考えており来期についても順調に業績を伸ばす予想としておりますのでこの業績予想通りであれば基本的には減配はないのではないかと個人的には考えておりますしこれまでの増配記録からすればむしろ増配も十分に考えられる業績水準であると思います。 それでは丸井の直近の株価はどのようになっているのかと言いますと、このように比較的ボックス圏で株価は動いておりまして、一方で直近の4月の高値からはこのように下落を続けており、10%程度下落した位置にあります。それに伴い純利益面から見た株価の指標である PER は、ここ5年で見ても2年で見ても最も低い水準にあり、なかなか面白い位置にあると思っております。 ただこれだけでそろそろ買い時だと言っているわけではなく株の需給的な面から面白いと考えて今回の動画を作ってみましたので次にその点について解説させていただきます。まずこれは昨年の3月ごろに発表された自社株買いに関する発表なのですが丸井は発行済み株式総数の10%に相当する400億円の枠を設定して自社株買いを発表いたしました。 そしてて、ここれが市場ににサプライズを与えて株価は急上昇すす。ることになりますただどのぐらいの自社株買いを最終的に行ったのかといいますと蓋を開けてみれば400億円の自社株買いの枠に対してわずか33億円程度しか取得しておらず予定の8%ほどを取得して自社株買いを終了しましたので失望された方も多かったのではないかと考えております。 一方で丸井はどうしてわずか8%しか取得しなかったのかといいますと先ほどの自社株買いの前提条件がその理由となっております。つまり株価に将来の収益性が十分に織り込まれていない場合は自社株買いをするということです。逆を言えば株価に将来の収益性が十分に織り込まれている場合には自社株買いをしないということです。 そして丸井は先ほどの8%の自社株買いはどのような時に行ったのかと言いますと昨年の10月と11月と12月のわずか3ヶ月間しか自社株買いを行っておりませんちなみにどのぐらいの期間丸井は自社株買いを行うと言っていたのかと言いますとこのように昨年の6月から今年の3月末までとしておりましたので取得期間10ヶ月のわずか3ヶ月しか取得していないことになります さらにもう少し踏み込んで言いますと先ほどの3ヶ月の中でも10月と12月はほとんど自社株買いを行っておらず自社株買いは11月に集中していることになります。 一方でこれは昨年の6月ぐらいからの丸いの株価チャートですが400億円の自社株買いの期間は先ほども言いましたようにこのように昨年の6月から今年の3月までのこの辺りとなっており自社株買いを行ったのがこの3ヶ月間です。 したがって株価チャートを見れば株価2300円を下回れば自社株買いが入っていると考えることもでき丸い側としては2300円を下回れば株価に将来の収益が織り込まれていないと判断しているのかもしれません。そして翻って現状の株価はこの辺りとなっておりちょうど2300円を割れる水準の株価を推移しております。 またこれは今年の5月14日に発表された決算資料の一部ですが今期に関しても昨年よりは規模は小さいのですが200億円の自社株の取得枠を設定しており今年の6月からとなっておりますちなみに200億円とは発行済み株式総数に対して5.8%ほどですので決して小さな枠というわけではありません 今年も昨年と同様に2300円を基準に取得してくるかは分かりませんが逆に言えば今期の業績は前期よりも伸びる予想ですので基準を変える理由も見当たりませんまた当然他の投資家も昨年の丸いの自社株買いを見ておりますので2300円のラインは意識されるのではないかと考えております ちなみに専門家は現状の丸いの株価をどのように考えているのかと言いますとこれは各証券会社の目標株価となっておりこのように現状の株価からは全てプラスを予想しております。そして直近のの6ヶ月ぐらいで言えば10%程度の上値落ちというところではないかと思います。 最後に株の時給を見ておきますとこれは丸井の信用倍率の推移となっており現状は3倍程度です目安の10倍を下回っており過去の推移を見てもそれほど高くありませんので時給的にはそれほど悪くない水準ではないかと思っております以上から考えれば丸井は不動産の賃貸収入などの継続的に入ってくる収益の割合が高くまた足元の業績も悪くなく利回りも高い状況であると思います さらに昨年の丸井の自社株買いのタイミングから考えれば他の投資家も2300円のラインは意識せざるを得ないと思いますので株価の底値はある程度硬いと考えられることから現状の2300円近辺を割ってきそうな今の株価水準は個人的には面白いのではないかと考えておりますただ現状の株価は落ちるナイフ状態ですので一旦の反発を確認した方が無難であるかもしれません それでは最後に少しだけご紹介させていただきますお金の研究所ではメンバーシップを行っておりますこれまでたくさんの方にメンバー登録をいただきましたご登録をいただいた皆様ありがとうございますもしメンバーになっていただければ月1回メンバー用の動画を見ることができるというものになっておりますこれまではこのような動画をアップしておりますもしご興味があればメンバーシップ登録をよろしくお願いいたします なお、投資は自己責任にて行っていただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、メンバーシップ、よろしくお願いいたします。本日は以上です。